ギガス写本は中世紀最大の写本である。ギガス写本は中世紀の現存する最大の写本である。中には悪魔の大きなイラストがあり、その制作にまつわる伝説から悪魔の聖書とも呼ばれている。13世紀初め、ボヘミアのベネディクト会の修道院で作られたと見られている。ブルガウタ版聖書を含み、他にも様々な歴史的文書が含まれていて、 全てラテン語で書かれている。30年戦争中の1648年、スウェーデンが戦利品として持ち帰り、今はストックホルムのスウェーデン国立図書館が収蔵しているが、通常は公開されていない。全体が豪華に装飾されている。この写本は、比較と金属製装飾で覆われた木製のフォルダで束ねられている。 高さ9 2トル、幅5 0トル、厚さ2 2トル、重さ7 5ラムで、中世の基地の写本としては最大である。もともとは320枚の紙が束ねられていたが、一部は後に除去されている。誰がどんな目的で除去したのかは不明だが、それらのページには、ベネディクト界の金欲的規則が書かれていたと見られている。 重さは7 5ラム弱である。現在は適度な品質の羊皮紙310枚が束ねられており、格子牛の皮を使ったものと見られている。首都行伝12時25分について、アルファパイ,イプシロンロー、ウプシロンシグマアルファーラムダイータミュウと返している。ベザ写本をはじめとする大多数の写本では、イプシロンイオタイプシロンロー、ウプシロンシグマアルファーラムダイータミュウと返している。 二つの全知史、パイ及び、イプシロン・イオタは、それぞれ、から離れると、の中へ、へ向かって、との解釈がなされている。現代の聖書では日本語訳だと、エルサレムから、エルサレムのための、である。現代英語訳聖書の大半は、フロムエルサレムだが、ニューインターナショナルバージョンは、フロム、サムマニュスクリプツ、ツーエルサレムとあり、写本による、 解釈の違いを本文に明記している。この写本は、フルティム近郊のポドラジツエのベネディクト会修道院で、修道僧ヘルマンが作ったと信じられてきた。その修道院は15世紀に破壊された。写本に記録されている最後の年号は1229年で、ある。その後、死闘会の修道院に渡ったが、ブジェブノフのベネディクト会修道院が買い戻した。 1477年から1593年まで、ブローモフの修道院の図書館に保管されていたが、1594年に、プラハに持ち去られ、ルドルフ2世のコレクションの一部となった。30年戦争末期の1648年、そのコレクション全体を、スウェーデン軍が戦利品として確保。1649年から2007年まで、 この写本は、ストックホルムのスウェーデン王立図書館に保管されていた。ボドラ自生の隣町のフラストの博物館にある模型で、この写本が作られた場所に印が付けてある。359年後の2007年9月24日から2008年1月まで、木ガス写本は太陽という形で、スウェーデンからプラハに一時的に戻され、チェコ国立図書館で展示された。 この写本のほぼ半分は、ラテン語のブルガータ版の聖書だが、使徒行伝とヨハネの目視録だけは、コラテン語聖書版に基づいている。創世記から、ルツキ、イザヤ書からダニエル書き、ホゼア書からマラキ書き、ヨブ記、サムエル記、レツオウ記、シヘンから、ミヤビカ、ソロモンの知恵書、イエスキリストの英知、エズラ記、トビト記、ユディト記、エステル記、マカバイ記という順序で並んでいる。 旧約聖書と新約聖書の間には、フラウィウス・ヨセフスのユダヤ古代史とユダヤ戦記、イシュドールスの語源、ヒポクラテス、テオフィロス、フィラレトス、コンスタンティヌスらの医学書がある。空白のページに続いて、新約聖書としては、マタイ伝から、使徒行伝、ヤコブの手紙から、ヨハネの目視録、ローマの信徒への手紙から、ヘブライ人への手紙という順序で並んでいる。 悪魔の絵に続いて、プラハのコスマスの、ボヘミア年代記、ポドラジセの修道像一覧、名日入りのカレンダー、魔法の作法、地元の記録などがある。最初のページに、ヘブライ語とギリシア語とスラブ語のアルファベットが記されている以外、全体がラテン語で書かれている。中に掲載されている悪魔の絵、悪魔に魂を売った修道像がこの写本を作ったという伝説がある。 この写本は装飾写本であり、赤、青、黄色、緑、金色などを使っている。特に先頭の大文字が豪華に装飾されており、ページの前項にわたって描かれていることも多い。その見た目は全体を通して統一的で、作者の経年変化や病気や気分の変化を感じさせない。このため、全体が非常に短期間に書かれたと信じられてきた。 しかし科学的研究により、完成までに20年以上を要したと考えられるようになってきた。290枚目のホリオの右ページは、通常なら空きページだが、約50センチメートルの高さの独特の悪魔の絵が描かれている。その前の数ページはややクローズンだ。用皮紙に非常に薄暗い文字で書かれていて、写本内の他のページとは異なる印象である。そのあたりだけ色が異なるのは、 数世紀にわたって陳列されてきたため、洋皮紙が日焼けしたためと見られている。中世紀にすでに語られていた、ある伝説によると、この写本を書いたのは、修道像としての誓いを破り監禁された修道像だという。この厳しい刑罰を耐えるため、彼は修道院を永遠に称えすべての人類の知識を集めるべく、一晩で本を写本することを誓った。 しかし、新夜中頃になって、誓いを守れそうにないことが明らかとなり、彼は、神ではなくだ天使ルシファーに語りかけ、自身の魂と引き換えに本を完成させてほしいと願った。悪魔は写本を完成させ、その修道像は感謝の意を表すために、悪魔の絵を追加した。写本作業を再現してみたところ、完成までに20年以上かかると見積もられた。ありがとうございます。